この本を手にした者は私と同じ青き光を総合に宿し、やがて全てのヴァンピールを滅ぼせ死神となるだろう。ヴァニタスの章、蒼月の吸血鬼という童話に登場する呪われた本の名前です。必ず見つけ出し、そして見極めてほしい。ヴァニタスの書の正体。見つけた！あんたは教会のシャスール、それとも彼女を処分しに来たブローですか？俺は彼女を直しに来た。俺たちが人間を襲うことは禁じられています。お前の曲がつのは茨の牢獄エグランティーヌ。まさかバニタスの書。俺はバニタス、蒼月の吸血鬼よりバニタスの書と名前を受け継いだただの人間だ。空とつるましわるときまた夢の先さあ、彼女の神名を返してもらおうか。